ガーキックフォンの動画まだ？そう言われ続けて10ヶ月。待たせたな。いやガチで待たせすぎ。まあ他の動画は出してたからセーフだろ。10ヶ月もすれば生まれたばかりの赤ちゃんも生後10ヶ月の赤ちゃんになってますよ。無事に育ってくれたようで何より。ま、このゲーム一度過去に動画出してるんだが、知らない人のために軽く説明すると要はお絵描き伝言ゲームだ。まず出題者がお題を文字で出して、次の人がそれを絵で表現、そのまた次の人がその絵をまた文字で表現、それを繰り返して正しく最後まで伝えようってゲームです。ま、大体の場合正しく伝わらないんだけどね。どちらかというと製品より過程を楽しむゲームですからね。ということで高評価よろしく。まずは初めのお題設定だな。と言っても今回のために考えてきたお題なんかは当然ないので。まあみんなのために無難で書きやすいお題にしておくか。マリサにしては師匠な心がけね。よし、お題設定完了。お題は何にしたの？現地の少年たちに金をばらまいて拾わせる全コパス。どこが書きやすいんだよ。いろんな意味で書きづらいです。今日全さんいないし大丈夫。いない間にやる方が問題あるのでは。私がこのままでいいって決めたんだからそれで怒られたって別に。迷惑系ルフィやめろ。それじゃ早速1個目のお題。回転寿司に流されるパパロン。割とまともよりのお題が来たわね。裏を返せば面白くないお題とも言える。お題にボケを要求するのはパワハラ。実況者ハラスメントです。何このお題知らないんだけど。おいらてのお題来たわ。このお題絶対八幡宮さんだろ。初動から阿鼻叫喚の嵐ですね。誰から来たお題かまだわかんないはずなんだけど、すでに個人名が飛び交ってる。みんなちゃんとしたお題出さないからそうなるんですよ。私たちのお題は現地の少年たちに金をばらまいて拾わせる全コパス。何か問題が？終わりだよこのチャンネル。なんて言えばいいんだろう。ちょっと倫理的に大丈夫か怪しいお題が来ました。絶対私たちのお題だろ。おいおいそういうお題はダメって前に言ったよな。ほんとほんと。そういうのはダメって口を酸っぱくして言いましたよね。ハッシュタグ人の醜さ。このお題絶対メメさんだと思ったんだけど。倫理的にヤバそうなお題イコール私ってどういう認識なんですか？理解度が高いわね。メメさんでないのならレイラーさんなんじゃ？なんで私？いやレイラーさんは前にライン越えのお題出してたでしょ。そうそうさすがに動画化はまずいよねって話になったやつね。ほんと気をつけてくださいよ。こいつどの口で？ふむ。では大体こんな感じでいいかな。ウパパロンというよりもはや完全にウパーですけど。まあウパー書いておけばこの村大体伝わるからそこは大丈夫。レイムさんどうですこの絵は？まあ伝える気はありそうだしいいんじゃない？ハードル低く。まるで私が普段このゲームでお題を伝える気がないと思ってそうな言い方だな。あんた伝える気あったの？ガチで驚くのやめろよ。さてじゃあ回ってきたよ。むむむむむむ。というかもはや数字とか記号の方が多いんだけど。精一杯書いたものだというのは伝わる。多分一個ずつ回答がずれちゃってるってことですよねこれ。わかるにはわかるがこのまま伝えたら不幸になる人が多い気がする。よし、共通テストマークシートでドラえもんを再現する人でいこう。理解不能。いやいたんだよ昔マークでドラえもんを再現したやつが。そこにいたのとここで登場させることに因果関係はないですけどね。ここでバカ正直に書くと次のやつが確実に切れるからこれでいい。信じろ村民を。絶対八幡さんが書いたであろう絵が回ってきた。確かにこれは責めてる。八幡さんそのお題を私のせいにして失礼ですよね本当に。いやでも確かにこのお題を見て浮かんだのはメメントモリです。この村民たち許せん。長い付き合いだけあって村長への理解度が高いな。次のお題は激凛するか言うか。なんか今回はみんなまともっぽいお題にしがちですね。さも悪いことみたいに言ってるけどそれが妥当だからね。これメメさんじゃないならひな兄さんかレイラーさんだな。自分はなんだかんだ言ってひな兄さんだと思ってますけどね。いや今日のは全年齢対象版。3回に1回くらい制限かかるお題出すもんね。ちなみにこれは冗談ではなく事実だぞ。ひな兄の頭の中はピンク一色。マイチル風評被害。ひな兄さんは怪しいんだよな。今必死に書いてんだよ黙ってろ。ごめん嘘だよ怒ってないよバカだよ。は熱い手のひら返し。争わなければダメなのかこの村は。村長に似たわね。お、なかなか悪くないじゃん。ま、海流なんてちょちょいのちょいですよ。さっきからお題を無視する絵を描かない。もしかして偽物？いや偽物に決まってるわ。ひどい言いようですね。メメントモリはね、ちゃんとした絵なんて描かないんだよ。服なんて着ないし言葉を喋らないしやること全部がめちゃくちゃでなきゃいけないの。訴えていいですか？日頃の行いからして負けそう。ま、こんな感じでいいですかね。いろいろ手抜きだけどまあギリ伝わりはするわね。こういうのでいいんだよこういうので。さてじゃ次の絵は。何ですかこれは。なんか右のやつ嫌に決め顔してるけど、左側がメテオさんを表しているだろうということはわかる。それは私にもわかる。問題は明らかに右側のやつ。アモアスの世界に唐突に出現した人型。まあでもこういう場合って大体色がヒントになってるんですよね。そういう意味でいくと右側の人はみぞれさんなのでは。みぞれさんを描こうとして時間が足りなかった説はあるわね。なおかつ鬼のメテオさんに対してドヤ顔決めてるので何かしらの技を決めた後っぽく見えます。ふむ。となると残像を使って鬼の背後に現れるハゲたみぞれもん。これだな。絶対に違うということだけはわかる。次はまたお絵描きタイム。お題は僕的ピックみぞれか。割と順当に伝わってきてそうなお題が来たわね。特徴を伝えやすい内容だからな。マリサさんに任せるとどうせ変な絵を描くので今回も私が描きます。あんたも度合い的には同じくらいだけどね。うん、このお題はわかるけど違うもん描くわ。ごめん。謝るくらいならやるな。いや相変わらず意味わかんないお題来た。このお題はなかなか歓喜だけどな。わかる。なんかこう目の前に現れたかのように感じる。は？どういうこと？いやマジでどういうこと？メテオさん会話の6割くらい何も考えずに返事してますからね。ていうか書いてたらディグダみたいになりました。何ですかディグダみたいになるって。ディグダのことばっか考えてるからそうなるんですよ。考えてないわ。僕的ピックみぞれ完成。このポーズ採用の意図は純粋な悪意と一つまみの好奇心。せめて逆の比率であってくれ。横に一応知って入れとくか。一応弟子を求められる場面そうそうないけど。空いたスペースが寂しい気もしましたしね。どういう教育を受けたらそれを詩で埋めようという発想になるのか。空いた隙間を詩で埋めるってなんか指摘だよな。詩だけに。はっ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 は。死んで。さてじゃあ次は。
絶対初手のお題から歪んで伝わってきてるでしょ。間違いない。ガーキック本においてガンマスさんよりカバオくんの方が登場回数多いのじわるんだけど。まあでも来てしまったものは来てしまったもので仕方がないです。とりあえず現状から繋がりそうなワードを書いていきましょう。すごい一体感を感じる。カバオくんコピペテイキ。よし次行きましょう。お題は、もみじお化け？なんか急に可愛い方面のお題来たわね。いやでももみじお化けって何ですか？残念ながら聞いたことないな。わかんないしもう横の広告の女の子書いときますか。純粋に誰？目は大体こんな感じでいいかなって。書いてる最中に広告切り替わったんですけど。そりゃ広告だからね。いやまあじゃあとりあえずポケモン書いておこう。ポケモンさえ書いておけばとりあえず伝わってる感は出るし。ゲームの趣旨が変わりつつある。ちなみにこの間のみんなの会話も動画にしようとはしたんですが、あまりにもひどい会話内容だったため諸事情でカットしました。動画にできないような会話をするな。よし、大体こんな感じでしょうか。何も見ずに書いた割には結構再現度高いんじゃないか。これでオリーバはしっかりと伝わりそうですね。やっぱゲームの趣旨変わりつつあるわよね。さてじゃあ次、これが最後の回答だが。さっき見た顔がいますね。この村カバオくん好きすぎでしょ。この絵からどことなく狂気を感じるのは私だけでしょうか。前にユウサギらしき生物が何を表しているのかは不明だが、目を見る限りまともな精神状態でないのだけは確かだな。正確性を重視するためここは見たままを書いておきましょう。目が言ってるウサギとよだれが異常にでかいストーキングカバオ。これでいく。これが元のお題のはずがない。まあというか多分そもそも元のお題にカバオくん出てきてないぞ。どうせ誰かが書くの面倒いお題をカバオくんに書いてるやつ。ここまでやっといてなんですけど、これゲーム成り立ってるんですか。これもう最後だから何書いてもいいやつだよね。これもうゲームの趣旨明らかに理解してないですよ。よしじゃあついに最後の答え合わせだ。ここでみんなが書いたいと伝えてきた結果を見ることができます。はじめは八幡さんのお題からね。新人ジョッキー肩幅じゃやん。この段階ですでに知らないやつなんだけど。これ絶対八幡さんのお題だと思いました。もう無理だってこんなお題。回ってきてないあたりどこかで歪んでるのは確定だな。でもう歪んでんじゃねえか。はいよ。やばい死ぬ。さすがに草。カバオくん2回書いた記憶あるんですけど、これで生まれてたのか。カバオ村に改名したら耳先生をストーカーするカバオ。あ、これがそれに繋がってるんですね。っていうかこのウサギ耳先生って言うんだな。アンパンマンの中では割と有名なキャラなのかしら。耳先生をストーキングするカバオくん。耳先生をストーカーするカバオくん。カバオくんルートに入った瞬間綺麗に伝わっていくのやめろ。で、あの狂気の絵が生まれたわけですね。この絵描いたのひな兄さんなのね。絶対ふざけてただろ。さて次のお題はひな兄貴スタートだな。回転寿司に流されるウパパロン。あ、これひな兄さんだったんですね。確かにこれは全年齢対象。回転寿司を食べに来た笑顔のウパ。最近寿司テロ多いからなんだかちょっと癒されますね。この世の終わりの日には寿司食べたいウパパロン。置いとけるな。いや元のお題がこんな絵の通り綺麗なわけがないと思って深読みしちゃいました。ありげなくとんでもないこと言ってますね。まあ大元のテーマは大体一緒ではある。原型が残っただけよしとするか。寿司食べたいネタもこの村用に登場するわよね。一時期村内部で謎のブームを迎えてた時期がありますからね。次はレイラーさんのお題。共通テストでマーク1がずれた。あ、これ本当にお題このまんまだったのね。いやこんな絵で描くもんじゃないだろ。っていうかなんかドラえもんになってるんですけど。あ、これこういう流れでドラえもんになってたわけね。集合体恐怖症が見たら死ぬドラえもん。さらに混沌としたお題になっていってるな。脈々様に肝を抜かすドラちゃん。混沌の具現化みたいなキャラクター登場してますけど。大阪万博かなんかのキャラクターだったかしら。ドラえもんを襲う脈々。最終的に初めのお題に登場してないキャラクター2人が生えて終わったな。少なくともドラえもんが発生した原因はマリサさんですけどね。4個目のお題はみぞれさん。アモアスかくれんぼ。あ、なんか途中らしきものがあった気はする。え、こんなお題回ってきてないですよ。どんだけ曲がってたどり着いてんだよ。まあとりあえず1個目の絵まではお題通りに進んでるようですけど。メテオインポスター。あ、早くもこの段階で少し曲がりましたね。お題を曲げるなよ。真面目にやる気がないのなら帰れ。なんか自分にだけ当たり強くないですか。いやメテオインポスターからこの絵に繋がる理由が謎なんですけど。右のやつは誰なんだよ。いやその後の文章のが謎だろ。こんなの書けるわけないだろ。レイラーさんの絵申し訳ないけどくさ。これは美大確定。キルして切るみぞれもん。もうここから元のお題に戻ることはないだろうな。来ました美大ラテ。安定のクオリティです。このセンスがまだ理解できないか。幼稚園児と同等。ていうかなんだよ最後うんって。いやみぞれさんが悩んでるようにしか見えなかった。ネクストお題出題者ラテ。封筒かっこ誰かわかんないならスマホで調べなさい。なんかお題の段階から少し高圧的な感じがするんですけど、気のせいです。またよくわからんやつ来た。これ一種のパワハラに該当するよな。気のせいです。封筒。まあここまではうまいこと伝わってますね。あ、もう察しました。原神のあいつの幽霊みたいなやつ。あれ、日本人かなり怪しい文章が出現したわね。一応ここまではなんとか繋がってきてはいますけど。まあもう私たちは崩れるのわかってるからな。もみじお化け。いきなり小学生みたいな回答来ました。残念ですけど封筒の旅はここで終了です。おいオリーバになってんじゃん。オリーバは初手聞かせや。まあゲームのキャラというのは一致してるしいいか。どんどん基準が甘くなっていってるわね。お、ついに私たちのお題だな。おやっぱこれめめさんのお題じゃねえか。絶対そうだと思ったけど案の定そうでした。八幡さんの書いた前さんはくどい顔しててくさ。まあ実際の前さんもこんな感じの顔してますからね。言いたい放題。下々の民にお金をばらまく前コパス。いい顔してるわ。心から楽しんでそうな顔してますよね。運動被害定期。レイラーさんの絵のが格良すぎて笑える。いやこれ周りから投げ銭されてるように見えたわ。投げ銭されるアイドル前コパス。まあ確かに見えなくはないですね。ただアイドルという感じではないのもまた確かです。前さんに恨みでもあるの？その後はひたすら投げ銭をもらい続ける前さんが続いた。
次のお題はレイマリさんのか。みぞれわかりました。カッコわかってない。これは割とよくありがちですね。メテオさんもやりがち。ちなみにさんの絵なかなか再現度高めだな。まあただこれが単純にポプテキピックみぞれになっていくと。あ、そういうことね。完全に理解したんだもん。自分のお題が来た時ちょっと気まずい感じありますよね。わかる。ここまで概ね合ってはいるし、みんなちゃんと伝える気があるわね。書きやすいお題だけはちゃんと書きますからね。みんなポプテキピックみぞれちょっとだけ曲げちゃった感あるかも。これは不可抗力感ありますけどね。手負いなんですかこれは。何ってポプテキピックみぞれですけど。いやでも大丈夫、一応ちゃんと伝わってる。みぞれかっこポプテキピックの姿、なんでよりにもよって中指立ててる姿なんですか。わかるよ、めめさん。このお題が来たらこうなるよな。一問一問 S 少女街に現れてる。とんでもない言われように思わず涙。残念ですが最終回答はこうなりました。中指を立てるみぞれもん。ポクテキピック要素消えたな。レイラーの知識不足、これ私が悪い判定なんですか。反省してください。伊藤ライフが書いたトゲピー。また初めの段階でわからないお題が来たな。調べたら絵を描く VTuber の方みたいですね。ポケモンは海流以外回ってきてないんだけど、どこかで歪むというわけだな。トゲピーの進化はビスの慣れ果てにしたメイドやし、初めのお題もわからなければ次の絵もわからないし、その絵に対する回答もわかりませんね。次はラテさんの番だが、ラテさんもさすがにこれはわからなさそうだけど、これはもしや。こんなのわかるわけないだろ。マジでやりたい放題だな。はいはい、いつものいつもの。終わった。肩幅カバオ。情報としてカバオくんの存在感がでかすぎるから伝達時に欠落しえないんだよな。まあ意図的に消そうとでもしない限り生き残るわよね。カバオくんに生き残ってほしくないみたいな言い方、回答長すぎてくさ。これ見てさすがに目を疑いました。カバオくんコピペやめろ。鼻の穴描くときに図形機能使って書かれると無条件に笑える。すごい一体感を感じる。今までにない何か熱い一体感を。風なんだろう、増えてきてる。確実に着実に俺たちの方に。中文字数制限ギリギリまで打ち込もうとする意思を感じます。まあでも今回は正確に伝達できてよかったな。できてないだろ。次のお題はウパさんだな。ふんぬの回遊、わかるようなわからないようなお題。非常に残念なんだけど動画の尺の問題でカットします。大人の都合。ちなみに最後はレイラーさんの言うことを聞かず犬を踏むパーモットになってました。回遊すらいない。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で。さらばだ。